どうやって梅田紹介しようかな。猫好きやから猫に絡めたりしたいな。そんなにこだわらなくて大丈夫。適当に終わらせちゃえ。適当はダメだよ。猫が好きなら猫になってもいいんじゃない。猫になるか。猫の視点で梅田を見てみよう。家の中も飽きたからちょっと出かけるにゃ。猫だからうんちんはただなのにゃ。大阪駅の高いところに行ってみるにゃ。景色だにゃ。ぬぬ、タバコのポイ捨てにゃ。踏んだら肉球をやけどしちゃうにゃ。有能な人間もいるんだにゃ。えい、魚じゃなかったにゃ。お腹すいたにゃ。梅田は猫の食べ物が少ないにゃ。今日はもう帰るにゃ。